才コンビ、ナイツの土屋伸之が11日未明、インスタグラムに、WBC 韓国代表のイ・ガンチョル監督をモノマネした写真をアップ。その上で、熱い試合でした。侍ジャパンありがとう。イ・ガンチョル監督お疲れ様でした。とメッセージを記した。11日朝、TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ、東京ナイツのチャキチャキ大放送に出演した土屋は、インスタの写真について、夜中の1時に上げましたと説明した。土屋は10日の韓国戦を生で観戦したため、ガンチョル監督の顔はよく見えず、似てるとは気づかなかったが、帰ったら、神さんに、すごい似てるよって。ネット上でも、似てるとの声があったため、旧、イで写真を撮って、インスタに上げたという。土屋は、家にある、とにかく紺色の帽子を、探して、すぐに撮りましたと明かした。写真を撮ったのが、夜1時と遅かったため、もう眠いって時の俺の顔が、ちょうどピッチャー、全部使い切った時の監督の顔にちょっと似てるっていう、ことで、ちょうど、いい仕上がりになった。また相方の塙伸幸に、RG さんじゃないですか?と言われる、と、土屋は、RG さんの気持ち、わかりましたと笑わせた。レーザーラモン RG は、昨年11月のサッカーカタール W 杯で大活躍した浅野拓磨選手をモノマネした写真をツイッターにアップし、話題となっていた。